ロスコフ生物学研究所ロスコフ生物学研究所は海洋生物学や海洋生態学に関する研究、教育の中心施設である。1872年、アンリ・ドラカーズ・デュピキエにより創設された。研究所は、ピエール・マリキュリー大学、フランス国立宇宙科学研究所、フランス国立科学研究センターに所属し、多くの研究者や学生を受け入れている。 ロスコフ生物学研究所はフランスのブルターニュの北海岸に位置するロスコフに所在する。ロスコフは調査の大きい海に面するため、研究所近辺の海では波外れた生物多様性が見られ、その生息場所の大部分は干潮時に近づくことができる。研究所は1872年にパリ大学で動物学講座を担当する教授アンリド・ラカーズ・デューティエ、 により創設された。1985年3月より、ピエール・マリキュリー大学の内部校であり、1985年11月に、フランス国立宇宙科学研究所の海洋観測所となった。また2001年1月より、フランス国立科学研究センター生命科学部門の研究連合組織である。研究所の職員は、約200人の研究者と、 教員研究者、技術者、博士課程学生で構成され、フランス国立科学研究センターにより承認された研究ユニットに組み込まれている。様々な研究チームが生態公分子の微細構造や機能の研究から地球規模の海洋研究に至るまで幅広い研究分野に取り組んでいる。特にゲノムアプローチに重点が置かれ、マリンゲノミクスヨーロッパネットワークが 研究所により運営されている。研究所には宿泊施設と教育設備が備えられ、動物学、総類学、生態学、沿岸海洋学などの教育が行われている。これらの教育は、ピエール・マリキュリー大学の修士課程、ヨーロッパ留学制度のソクラティス計画の一環として行われている。研究所は、地域間ネットワークのバイジェナストを構成する一、機関であり、 配列決定と質量分析法の生物学への適応、技術プラットフォームを管理する。研究所は1960年から2カ国語の国際科学雑誌、カエド・ビオロジー・マリンを出版している。また研究所では、ジャック・モノー・カンファレンスなど、国内や国際的な会議が年22から15回、開催される。創設者、アンリド・ラカーズ・デューティーへの共造。 アプリポでバイジェナスト、ありがとうございます。